フェかな、そこは。ここあれか、ラチッタデラのあそこか。山脇様、アメリカンドッグが売ってるでけえ。いいね、アメリカンドッグ。それがどうしたっていうの、食べたいでけえ。わあ、俺も一気に食べたくなった。してるやつらの食べ物よ。今日この後コンビニ行ったら買ってこよう。食べるようなものじゃないわよ。これ食べたら滅ぼされる顔になるでキスか。でもそうね、これから言うことを守れる覚悟があるなら食べさせてやってもいいわよ。あちきは山脇様の使いまでキス、必ず守るでキスよ。なんでキスか。それはね、いつかこの私の使い魔じゃなくなる覚悟。どうしてでキスか。どうしてそんな悲しいことを。どうしてそんな悲しいこと言うでキスか。ハチキはずっと山脇様の使い魔でキスよ。山脇、いつまでだってキスよ。だったら寿命とかがあるのかな。食べられないわ。それが早いのを自分で知ってるとか。なんでそんなおかしな覚悟と引き換えなのでキスか。もしくはお家柄でいつかは何真に受けてるのよ。一般人とは離れなくちゃいけないとか。逆よ、ずっと使いまでいる覚悟よ。だったらもちろん終身雇用。それは果たして叶うのか。ほらアメリカンドッグだよ。落とさないよ、慎重に食べるんだよ。やったでキス。マスタードとケチャップはかけたいでキス。でも片手が塞がっててかけられないでキス。それ不自由なんだ。仕方ないね。この私がかけてやるわよ。そんなのを日常的につけてるってことは両方たっぷりがいいでキス。マスター器用に使えるのかなって思ったけど。確かにでキス。そこそこにでお願いするでキス。マスタードは粒マスタードが好きだな。おいしい。あの瓶で売ってるやつ買ってきて。アメリカンドッグ最高でキス。ちょいちょい。よかったね。何かにかけて食べているよ。なんだろう、いつになくワッキーが複雑そうな顔をして。といってもマスタードかけるものってそんないないよね。ちょいちょいかけてるって言ってもウインナーぐらいしか今浮かばなかったな。ん？同期のセラフ舞台かな。アイドル衣装みたい。リーナ姉さんもう食べないの？パン残ってるよ。もう炭水化物は規定量です。これ以上食べるとスタイルが崩れます。じゃあ一緒に走ってカロリー消費しよう。体型維持はそういうアイドル的なそういうのだからかい。この基地の施設配置を見ておきたかったからね。この軍は何かを隠してるみたいで怪しい。まあ私がどんな鍵でも開けてみせるけどさ。ヨツハ、食べながら寝ないで。ご飯は食べられるうちに食べておかないと。食べた後すぐ眠くなるって人は多いけど、食べながら眠くなるって人もたまにいるよな。できたんですから安泰ですよ。いいえ、現状に甘んじてはダメよ。私はもっと勉強して成り上がってみせるわ。成り上がりを目指す少女。六姉妹なの？すごい舞台がいたもんだ。なるほど、本当に姉妹設定だったか。メッセージの方からじゃないとこのキャラクエは進行できないんだね。改めて自己紹介と行こうじゃないか。私は 31D の命に吹雪と書いて巫女吹雪。なんかそういうブランド名のみたいなあるよね。日本酒の名前っぽさがあるね。命吹雪、もしくはお米の名前かな。すげえなだ。まあ、ルカも相当な名前だぞ。私は最近のカヤモリルカ。好きに歌と書く。そっちもすげえな。いきなりロックが流れ出した。キリストリを感じるじゃねえか。ということは、いやいやグレイボダダダダダウがわかるってことか。劇場はハードコアだな。もちろん伝わってしまったのか。だが、私はさらにその先に進んじまった。どこへ？デプレッシブブラックメタルさ。自殺、うつ系のブラックメタル、ブラックメタルまではメンバーはついてきてくれていたが、もう誰一人残っちゃいないよ。バンドに誘ったら？ドラムだけは打ち込みで、ギターとベースとボーカルは全て一人さ。この子はまだ音楽続けてるのかな？
この口ぶりだと。デプレッシブブラックメタルなんて音の良さなんてどうでもいいもんな。スタジオさえいらない。ああ、だからこの開口に私は打ち震えている。フブキンの方向。フブキン、もう名前が。聞いてみて。サーバンが生きてたらまだ音源が残ってる。ああ、世界はこんなになっちゃって、なんせ機械もう続けるに続けられない状態か。この勝負もらいました。なんか妙案があるってのかよ。そういう困りごとを一手に引き受けてくれる何でも屋がいるんだ。マジかよ。でも金なんてねえぜ。なんかライブ T シャツ的なものをプレゼントしたらやってくれるよ。ほうそれならある。とっておきのグロすぎて人前で着れるプレミアものがな。そいつで OK だ。どんな柄だろう。私のぜひそのスチルを見せてくれ。立ち姿かっこいいな。そしてビリビリタイツ。お邪魔します。見つけた。こいつがプレミアものの T シャツさ。おお、イケてるね。ユッキーもきっと気に入る。いや、絶対着てくれないっていうか、そもそもまず引き受けてくれない気がするな。探したぜユッキー。なんだよ。こいつが困りごとを一手に引き受けてくれる何でも屋なのか。よろしく頼むぜ。待て、いつ私が何でも屋になった。ただのハッカーだわ。またまた、凄腕のくせに。払うものはちゃんと払う。ほらよ。なんだよこれ、血で濡れてんじゃねえかよ。柄だよ、新品の T シャツだよ。濡れてるように内臓まで描かれてるじゃねえか。見えるほどの気持ち悪いよ。高クオリティだ。パジャマ代わりに。印刷ってことか。起きた時惨殺されてるように見えて仲間が卒倒すんだろう。うちにはサイコキラーがいるし、なきにしもあらずじゃん。 31A が土地狂ってるように思われるだろう。大丈夫、もう思われてる。気に入らないんだったら売ればいいよ。そこそこのプレミアもんだからさ。そんな寂しげに言われて売れるかよ。で、何をすればいいんだ。フブキンが作った音源がどこかのサーバーに残ってるかもしれないんだ。それを探して電池にダウンロードできるようにしてほしい。今生きてるのなんて基地のデータベースサーバーだけだろ。わからんぞ、物好きが保存されてるとは思えないんだ。ネットとかに投稿していたら物好きが、探すだけ探してみてよ。ダウンロードしていて、それがたまたま基地の人でっていう。バンドではあるが、メンバーはフブキン一人。バンド名はフローズンライフ。かっけえ。他に情報は。作詞作曲編曲ミックスマスタリング、ミコトフブキ。すげえな、本当に一人じゃねえか。団体一名様。見つけた。なんで軍はこんなデータまで保存してやがるんだよ。アルバムタイトルは。デプレッション。ファーストアルバム。それだけか。他にもあるのかよ。いや、いい、今はそれだけで十分さ。ルカの電池にリンク送っておいたから。いつかキャンサーを全滅させて文明を復興させようって時に、モバイルスピーカーで流すぞ。昔の文化を。やめ。あかるー。ひたすら打ってー。響いてくれたようで嬉しいぜ。まあこれも文化の一つだからね。いつかまた世に出るように残しといてくれたんじゃない。お風呂、それつけたままお風呂行くのかい。フブキンを誘ってお風呂に行こうかな。フブキン、一緒にお風呂行かない。いいぜ、ずぶ濡れのセッションと行こうか。やったぜ。あんな音楽やってんのに可愛い顔してるじゃん。だからこそ。お、ちゃんと外してる。あんなマスクをつけてるのさ。ギャップがあっていいのに。あんたこそ。直接本人なのさ。お色気スチールじゃなくていいから。お風呂スチールがこれだけだと寂しいから、別アングルのね。
なんかを映してほしいな。音楽と関係あるのかい？ない。売れるためには武器になるけど売るためならデプレッシブブラックメタルなんてやってないよ。一番売れたアルバムでも21枚さ。ほとんど趣味だね。本当それがなぜデータベースにあったんだろうね。生き様さ、かっけえ。売れた枚数に関係なくネットに、ね、どっかしらに登録してあればもうそういうのも全部網羅してたのかね、データベースは。今日も疲れた。しかしあれだな、奥に進むにつれ着実に敵も強くなってるよな。そうね、ギリギリの戦いが続いてるわね。このペースのまま突き進んでいいのかな。ええに決まっとるやろ。勝負に負けるなんてうちは許さんで。それ今のところほぼ繰り返しのような毎日だけども、ルカさんはやはり12日目でとんでもない展開になるんだろうか。だからこそそこら辺配信禁止になってんだろうね。強くなってた。おいタマ、はっ、はい。図に乗んな。うちぐらい完璧になってから。なんでめぐみんたまにそんなに強いの。乗ってるからな。お前テストのランキング覚えてないのか。緊急事態だ。そりゃ緊急事態だ。え、じゃあゆっくり行こう。トイレはあっちか。じゃあ反対に行って漏らせ。漏れる。諦めないぞ。普段だったら漏れる。あ、こっちじゃないんだ。じゃあ別ルートに行こう。漏れるってなるけどももうダメかな。あれはワッキー、こんな時間に何してるんだろう。ノションじゃない。通りに行ったな。あと追ってみよう。トイレはトイレ行くんじゃなかったの。近い近い。そうだが気になる。漏らせ。深夜の会合が。31シーズン。あれ、文ちゃんがいないな。まだ迷っているというの。 31A になるということは死に急ぐことと等しいでござるよ。何ふぬけたこと言ってるの。最前線に投入されるからか。本当に有利に働くのでしょうか。あんたまで。そうですね、過去の実績などがあればいいのでしょうけど。用意してある。でね、何も見つからんかったが。はぁ、あ、ちゃんと調べたの。これでも研究の手を止めて調べたぞ。ニコちゃんがそこまでして。結局根拠ないでござるね。貴重な時間が潰れてしまったわ。明日は研究に費やさせてもらうぞ。ええ、どうぞ。次の順番は私ね。また明日、ここに集合で。一体何の話し合いだろう。以上、解散。いろいろやばい。漏れる。漏らせ。あと1日。さあ、収録できる最後の日だ。まあ、ガイドライン変わるかもしれないからね。しばらく経ったら解禁ってことで。よし、朝食だ。それ以降もやっていいようになるかもだけど。行った方が。ただその頃にはもう裏でとっとと進めちゃってるだろうからね。むしろ今は下げてたいわ。ちょい待ち、 31C の連中やで。鉢合わせ。はっ、あなたたち後陣を期しているのにのんきに朝食を食べようとしていたの。後陣は期すものじゃなく愛するものだぞ。知らなかった。この人は汚名返上と名誉挽回も逆に言いそうだな。だがそれ言っていいのか。山内様は天才マッドサイエンティストなんでギスよ。その錯覚の名を教えてやる。違うからな。ベッドロス症候群だよ。なぜそんなものが出てきた。勝ったことないわ。デジャブ現象だろ。やるでギスよ。なんで私だけこんな意味不明なやりとりに巻き込まれるんだ。ツッコミキャラの悲しいところよの。食べてな。行くよベンゴ。お腹すいたでギス。食べたいんじゃん。なんだか先を行かれてるみたいね。だな。でもご飯食べないとやってけないと思うから、ちゃんと朝食をとるのは正しい判断だぞ。経済は人類が社会生活を営む上で必要なシステムだ。ただ常に波があり景気は変動する。カヤモリ、1930年代に世界各地で生じた経済の深刻な景気後退を選択肢かな。
セカオワ選びてー。まあ選ぼうね。セカオワ不正解だ。ドラゲナーなのにだったらなおさら違うだろ。正解まさかそこまで言ってくれるとは。世界恐慌によって豊かだった国も貧しかった国も壊滅的な被害を受け、多くの人々が貧困にあえいだ。まあ今や世界恐慌も真っ青な状況だがな。平和経済どころか文明がな。また経済が賑わうかどうかは我々の双肩にかかっているわけだ。わかったな。はーい。見て見てユッキー、これこれ。なんだよ、ただのサバだろ。そう、焼きサバ定食。これでもう私のこと子供だって言えないよな。サバはね、味噌煮がそんな得意じゃないんだよな俺。普通のこういう焼きサバだったらいけるけど。嘘つけ。ナゲット。どこが子供じゃないって。だって揚げ物食べないと頑張んなよ。言いながらケチャップにつけて食べるのやめなさい。どんな食い合わせや。ナゲットは別に悪かないけども、ほんと食い合わせが今のシーンいるってぐらいにちょいちょい挟まれるよね。よくわからない日常シーン。おたまちゃん、しょんべんしてんのか。何かいたんですよここ。ほんと。もうここからサイキックがビーンと伸びてキャンサー倒し始めとる。そうか。イタチでした。ま、判断は。おお、たまちゃん、イタチがいたのか。油断だけはしないようにな。サスケの様子でも見てたのか。私は競争よりもみんなが無事な方がいいな。今日は前衛、中衛、後衛に分かれて戦ってみない？すごく縦長になって弱そうだ。全員前衛で。厳しい戦いが予想されますので、一度に準備を怠らないようにしてください。6人に攻撃をしてほしいもんな。今日でダンジョン探索も4日目か。昨日はなかなか順調だったな。レベル上がってたからね。さて今日も先へ進むか。第4層ついに第4層か。ここまで来れば 3-1-C にも勝てるんじゃないか。おいおい、ハッカーなのに体力ないな。ハッカーだからないんだろ。体力あるイメージでもあったか。もうダメっぽ。お前はあれ、ぬるっぽ。元から軍人だろ。揃いも揃ってだらしないな。お前はめっちゃありそうだな。最後に殺すってすげえ体力いりそうだもんな。しかし下に来るほど寒いですね。早く帰ってシャワーを浴びたいものです。おい、いや、芯から冷えちゃったらちゃんと湯船に浸かりなさい。湯船に浸からんと風邪ひくで。シンクロしちゃった。優しいな。どうするの。もう少しだけ。めぐみも別にタワーに対して当たりが強いってよりかは反応が可愛いから気に入ってやってるって感じだろうね。負けるかもしれないって。いや、頑張ってる相手に失礼じゃん。確かにな。せっかくここまで来たんだ。全力でやってるやつに対しては全力で潰してやらないとな。おっと、また分かれ道か。めぐみ、自慢のサイキックで正解の道はゴールじゃないぞ。お宝がある方が正解の道だからな、RPG 的には。私的にはまっすぐかな。うちはこっちの奥の道はや。相変わらず自分とは気が合わんな。そっか。じゃあみんな、めぐみんは向こうに行くらしいから、ひどい。あたしらはまっすぐ進むぞ。ハブな、いじめか。まあ、これを見て、まあ、両方行けんのか。まあ上から行こうかな。でもこれ右側から行ったら強敵と合わずにお宝取れんのかね。まあ直接行くけど、まあ、こういうちょいちょいとイベントあるから全ルート見ないとな。そうだルカ、さっきの戦闘で思ったんだが。どうしたユッキー、いきなり可愛い悲鳴あげて。いや、なんでもない。多分天井から落ちてきた水滴だな。それが冷たくて。なるほどな、ユッキーがあんな可愛い悲鳴あげるもんだから何事かと思ったぜ。何度も繰り返すんじゃねえ、忘れろ。いいな。はーい。ちゃんと
録音したかい。今日の探検も順調ですね。ルカさん、どうかしましたか？いや、おたまさん、なんか絵になるなって。本当ですか？雑誌のモデルさんみたいですか？そういう系ではないけど、熱狂的なファンはつきそうではある。自信を持っていいと思う。よくわかりませんが、まあ艦長ですしね。万事この国見たまにお任せください。アイテムよりも吹き出しを見逃さないようにしないとな。これなんだか。ルカさん、知ってる？この台車、猫車というのよ。知ってる。動物の森とか、その表記じゃなかったっけ？どうして猫車という名前なのか、わかるかしら？それは知らないにゃ。狭い足場も通れるから、なるほど、そういうことか。なんとなく助手系がいいから。なんとなく助手系がいいから。なんとなく助手系がいいから。諸説あるそうだけど、狭い足場を建設用語で猫足場といって、そこを通れることが由来の一つだそうよ。でもさ、考えてみ、工事現場のおじさんたちが女子高生や年頃の子にちやほやされたくて頑張って可愛らしい名前をひねり出したとしたら、やるせなくなってきた。せめて正解にしてあげなきゃ。やった。なんで。この先に進むと本日のダンジョン攻略が終わる。お、ボスじゃん。